はい、こんにちは。こんにちは。はい、まあちょっとリトラ株のエンジンも積み替えが終了しましたので、ちょっとね、まあ自分らしいオリジナル的にちょっと外観をいじっていこうかなと思っております。まあ C50 のシート使ってたんですけれども、まあ、ちょっとそろそろ新しいのが欲しいなと思いまして、ちょっと買ってみました。それがこれです。はい、じゃん。マットマックス、マットマックス、おー、はい、マットマックスですね。マットマックス、まあいろいろなバイクの部品を売ってるところなんですけど、まあここでちょっとアマゾンで買ってみました。それじゃあ開けてみますね。はい、よし。でーん、はい、だ、こんな感じです。はい、あーでもちょっとねシート薄いかなって感じするかな。まあでもそんなこともないんだけど、うん、はい、どうです、開けてみます。はい、こんな感じ。はい、ちょっとね、赤が入ってちょっと違和感あるかな。まあとりあえず今シルバーと黒をベースで、作ってるんですけど、そこに一箇所赤が入るような感じです。はい、で、もうヒンジもついてまして、ちょっとね、そう、純正とはちょっと違うような感じです。状態で取り付けるんだね、こういう風に。まあシートの感じはどうだろう。そうだね、ちょっとね固めかなって感じですね。うん、まあちょっとデザイン優先でやってみますか。取り付けてみます。はい、シートを外します。新しいシートもボルト2点で止まっています。交換は簡単ですね。C50 のシートも破けてきているのでいいタイミングです。レンチですぐに外れるはず。簡単じゃないか、すぐできてしまう。リトルト C50 は簡単に移植できましたが、この社外品は簡単だろうか。あれ？台座が穴に入らない。このシートは台座とゴムは使わないのか。とりあえず外して装着しました。きっちり固定しましょう。かなりボルトが入りますね。
完了です。開閉も問題ありません。実際に座ってみましょう。ちょっと硬いが違和感はない。シートの滑り具合も問題ない。試しに乗ってみましょう。さあ行くぞ。はい、こんにちは。こんにちは。リトルカブのーシートを交換しました。で、今実際に走ってみて、感触をちょっと掴もうとしてます。はい。で、まあそうですね、まあ、ずっと座ってるとまあ普通のシートだなというふうに。ちょっとまた新しいから、中のスポンジあたりがね、硬いかなって、感じはするんですけども、まあ今もそうですね、30分くらい走ってて、まあそれなりに馴染んできたかな、と思います。はい。まあ前のあの株のシートに比べたら、こちらの方がちょっと固めは固め、新しい分だけ固いかなって感じなんですけど、まああれですね、そんなに違和感もなく使えてますね。はい。ということで、まあ普通でしたよということが分かりましたね。はい。ただ、ね、やっぱりね、リトル株はね、そうですね、サスをやらないと多分この突き上げがきついですね。まあ、タイヤ径が小さいのもあるので、まあ、もともと街乗りを前提に考えられてるんだと思うんですけど、まあ、そう考えてみたら、やっぱりね、サスはね、見直さないとダメかもしれないですね。まあそうするとかなりいいかなと思っております。はい。そうですね、まず一番先はね、リア側のサスかな。フロントも結構ね、弱いですね。まあそういうわけで、まあ今回シートを変えてみましたということです。はい。それじゃあ、長距離を座ったらどうなるかは分かりませんね。やっぱり新しいのはいいです。